高崎哲也は日本の政治家。熊本県玉名市長、玉名市長、玉名市議会議員、熊本県市長会長などを歴任した。1964年3月、熊本県立玉名高等学校卒業。1970年4月、玉名市青年団協議会会長に就任。1985年1月、玉名青年会議所理事長に就任。 1986年8月、玉名市議会議員選挙に初当選。以後市議を計4期務める。1999年10月から旧姓の玉名市長を2期務めた。2009年10月25日に新姓の玉名市長選挙で初当選した。2005年10月の合併後の選挙の結果は以下の通り。2005年10月3日、旧玉名市は、 大名町、横島町、天水町と対等が合併し、新市政による玉名市が誕生した。これに伴って11月13日に行われた市長選に出馬するも、僅差で落選。当日有権者数58,122人、最終投票率 84.38%2009 年10月25日の市長選は、現職の島津勲店との一騎打ちになった。 前回同様自民党の推薦を得た島津を破り、初当選。11月13日、市長就任。当日有権者数、57,341人、最終投票率、81.46%2013 年10月20日の市長選では、全玉名市議の倉原隆弘を破り再選。当日有権者数、56,224人、最終投票率、 76.46%ありがとうございます。